皆様こんにちは。旅と旬のウォーキングスポット、久留米巡りインゲンです。ゴールデンウィークってどこに行っても混んでますよね。しかもお高いというわけで、今回もお得で楽しめるスポットをご紹介します。新橋駅からゆりかもめ線に乗ると、ほらこの通り、間近で眺めるレインボーブリッジはとっても迫力です。ゆりかもめ線は先日ご紹介した竹芝や日の出、それらの桟橋や芝浦埠頭を通るので、眺めがとっても綺麗です。途中、台場では肉フェスをやっていたのか、ものすごい人ですが、その隣駅、東京国際クルーズターミナルに来ると、打って変わってとっても静か。でも整備されていて、街全体がトロピカルムード、まるで海外に来たみたいな雰囲気です。船の科学館は現在休止中ですが、それ以外にも見どころはいっぱいあるんですよ。本日の行き先はこの先の東京国際クルーズターミナル。真ん中に見える奥の建物です。手前には初代南極観測船宗谷が展示されています。実は見どころがすっごくいっぱいあって感動したので、後ほどご紹介いたしますね。楽しみにしていてください。ターミナルに向かうまでベンチもたっぷり、日差しを浴びて日光浴を楽しんでいる人もいっぱいいらっしゃいました。駅から5分ほどの道のり、お散歩にもちょうどいいですよ。ヤシの木も生えていて南国気分。船から降りてきた海外の方が歩いていらっしゃると、まるで外国に来たみたいです。青空、海のそば、潮風、そしてヤシの木。歩いているだけでワクワクする街並みです。歩くのが大変な方は、臨海線の東京テレポート駅から無料シャトルバスもありますよ。藤棚の下にベンチを発見。藤はもう散ってしまったようですが、代わりに訪れた夏の風がとっても心地いいです。あ、これは前回の動画でご紹介したレストランクルーズ船ですね。歩道から海を眺めると、小さなアジらしき魚も泳いでいました。釣ってフライにしちゃいたいと思ったのですが、ここは釣り禁止のエリア。代わりに公園でピクニックなども楽しめますよ。近くで見ると、さすが豪華客船が寄港する東京国際クルーズターミナル。とっても大きいですね。そして右に豪華客船が寄港しています。本当にとっても綺麗。では、いよいよ中へ。楽しみです。よいしょー。豪華客船は6階建てなんてざら。というわけで、上の階まで登ります。ホームページで今日寄港する船の情報を調べてきました。送迎デッキから外に出ると、うわー、今日寄港したのはこちらの船、シルバーウィスパー。約2万8000トンの船です。こんな大きな鉄の塊が浮かぶなんて、本当不思議ですよね。朝8時から夜8時まで寄港するようです。その間にこうして物資を運び込むんですね。水タンクの車も作業していました。全長186メートル、旅客定員は388名ですって。小型救命艇も見えますね。そして屋外プールも。豪華客船ってすごいなぁ。これがベランダ付きのお部屋ですね。本当にマンションみたい。下のランクのお部屋でいいから、いつか乗ってみたいな。広い海を眺めながら夢が膨らみます。船長さんらしい人たちがミーティングをしていました。貨物積み込みの近くにはレストランも見えましたよ。飛行中の12時間、降りた人はどこに行くのかな？ターミナルは天井も広く、開放感もあって、ソファーでくつろげるようになっています。別のフロアでは CIQ の検査フロアもあり、国際線なんだなって改めて気づかされます。各フロアからは外に出られて、潮風を頬に受けながら、広々とした空と海を眺められますよ。お台場海浜公園からは2駅、肉フェスをやっていた台場駅からはたった1駅ですが、人はぐっと少なくなり、空間は広々として、落ち着ける穴場。でも公安の方が見回っているので、治安も安心。天気も良かったので、寄港された方たちは日本を楽しんでいただけたらいいな。先ほどの豪華客船は外から眺めているだけでしたけれども、せっかくなら船の中に入ってみたいですよね。初代南極観測船宗谷。正面から見てもこの迫力。これがなんと中に入れてしまうんですよ。あ、錨がついててかわいい。この立派なプロペラは、青函連絡船、羊蹄丸のスクリュープロペラだそうです。こんな貴重な展示もいっぱい。なのに、実は宗谷の入場料は無料。気持ちだけ維持のために寄付をさせていただきました。この周辺は一日楽しめる、そして勉強にもなる、穴場なんですよ。早速船に乗り込むと、当時の面影を残す板の甲板が、この船で南極を6往復もしたなんてすごいですよね。入るとまず士官食堂室が大変立派です。その隣は機関長室、大きな個室でした。表情観測など重要な役割を担ったそうです。低い天井にランタンで明かりをとっていたんですね。毎日は入れなくとも浴室の設備もありました。その他の士官さんたちの寝室もあります。個室、二人部屋、そして数人で寝る大部屋など、南極の氷も展示されていました。きめ細かでとっても硬そうでしたよ。展示エリアでは越冬式の模様も、ロープを引き上げる機械は立派なものがいくつもありました。そして宗谷のプロペラもこちらに展示されていましたよ。ここは2段ベッドがいくつもあるお部屋でした。役割によっていろんなタイプのお部屋がありましたよ。そしてこちらは食料庫。保存食料はとても重要です。保存技術や冷凍食品の発達など、宗谷がきっかけになったことも多いらしく、当時の苦労が忍ばれます。機関室には貴重な機械がぎっしり。宗谷は歴史の中で、目的によって南極観測以外の用途により、姿を変えました。歴代の南極観測船、富士やしらせなど、そしてカラフト犬などの資料も内部の展示室で見ることができます。オレンジに塗られる前の貴重な白い宗谷の姿もあります。富士は名古屋、しらせは船橋に展示されているそうです。こちらは隊員たちの調理室です。食事は楽しみだったことでしょうね。樺太犬太郎は北大、ジロは国立科学博物館に展示されています。東京国立博物館の方は動画もありますので参考になさってくださいね。資料室にはレントゲン、隣の部屋には猫ちゃんが、南極に行ったオスの三毛猫のたけしくんかしら。ひときわ立派で重要なのがこちらの通信室。こちらの無線で連絡を取り合いながら南極へ向かわれたんですね。本当に尊敬しかありません。溶接するよりも鉄同士をこうして打ち付けてしまった方が頑丈なんだとか。操舵室に行くとエンジンテレグラフがあります。こんな貴重な場所に入れるんですよ。電線管もこの通り。風速計、速度計、回転表示器、旋回窓など、様々な貴重な機器を見ることができます。家事を操る打輪の前に立てば、気分はもう船長さん。とはいえ、レピーターコンパスや磁気コンパスの見方もわからないんですけどね。老若男女、どなたがいらしても、童心に帰って楽しめちゃう場所なんじゃないかな。記念撮影をパチリ。電線管以外にも電話もちゃんとありました。歴史を学んでから甲板に出るとまた違った気分。救命艇もしっかりありました。物資輸送に活躍したヘリコプター用の甲板もとっても広かったです。青と黒の煙突もとっても立派。その上には見張り所、そしてレーダーも。備え付けの小型ボート。この足掛けに足をかけてよじ登ったんでしょうね。水面に落ちると自動的に膨らむ膨張式いかだもありました。そうやと、現代の船の大きさを比べると、先人たちの努力や苦労、そして歴史を感じますね。国旗は並べ方の順番によって大事な挨拶のサイン。安全を祈るとか、いってらっしゃいとか、順番によって意味が違うんですけれども、すみません、私はまだそこまで解読できません。展示されている初代宗谷はなんと85歳。85周年の今、ぜひ行ってみられてはいかがでしょう。この海上保安庁のマークは怒りがモチーフだそうです。時節柄、鯉のぼりもはためいていました。帰り、台場駅の周辺はやっぱり大混雑。一駅ほど足を伸ばして、豪華客船を眺めたり、貴重な宗谷を見学したりなさってはいかがでしょうか。帰りは二駅先のお台場海浜公園で、駅直結のマルエツでおにぎりを買って、お外でピクニックもできますよ。皆様、今回もお楽しみいただけましたでしょうか。このチャンネルでは、見どころや食材をより楽しめるように解説を加えたり、迷わずに行って楽しめるような説明を心がけています。お出かけや旬の穴場スポット、お得情報などもご紹介しています。少しでもお役に立てれば嬉しいです。よければチャンネル登録、高評価お願いいたします。焼きそばや氷の屋台も出ていました。ゴミは持ち帰り、来た時より綺麗にしてごちそうさまでした。どうかお得で楽しい休日をお過ごしくださいね。